どうも、海大好き、雪山大好き、でもやっぱりラジオが一番好き、ラジオパーソナリティ斉藤亮太です。今回もですね、私好き勝手に一人でわっしょいわっしょいと盛り上がっていきたいと思います。今回はおっと、またまた一人ぼっちラジオでございます。元気が出る埼玉スポット情報で、はい、一人だけどわっしょい。さあ今回はですね、リスナーの方からいただきました元気が出る埼玉スポットを巡るメイクザ埼玉ップ行ってきたのは、ラジオネームヨッシークローバーさんからいただきました情報、埼玉県久喜市にあります鷲宮神社でございます。本当にパンパン大明神にお願い、元気パワーを注入。どうも、埼玉県久喜市、鷲宮神社にやってまいりました。それでは早速行ってみましょう。さあこちらが鷲宮神社の石畳参道でございますけども、まっすぐ伸びて気持ちがいいですね。で、両サイドに真っ赤なですね、この灯籠がしっかりと規則正しく、つながっているということでいいですね。で、まずは狛犬様が両サイドにね、とってもね怖い感じのお顔をしておりますけども、もう悪いやつが来たらね、来るんじゃねえよみたいな感じで怒られそうなぐらい、精悍な顔つきでございました。まっすぐ伸びるこの石畳が気持ちいいです。で、両サイドのこの木々の緑が、これはまた最高だったりしますけど、なんと春先、これ桜ということで、桜のトンネルアーチ、その中をこの石畳を通って、境内に、移動していく。これはもう春も来た方がいいですね。そしてまたこれ、青銅でできた灯籠ね、いろいろと両サイドにですね、見るものたくさんありまして、このまっすぐな参道ではありますけども、気持ちがよくまっすぐと前に進むことができるんですね。まあなんといってもですね、2008年、このアニメがすごいで1位を獲得しました人気作品、ラキスタの聖地ということで、たくさんのファンの方が訪れる鷲宮神社、そして、受験生の方もたくさん来ております。合格祈願ということで、たくさんの絵馬、そしておみくじ、一生懸命勉強して合格祈願のためにこちら訪れるたくさんの受験生の方もいらっしゃるということですね。さあまだまだ伸びる参道ではありますけども、やっぱこの石畳いいですね。とってもこう整備されているというかですね、右手の方も広いスペースになっているんですけども、日本庭園みたいな感じで、でこの赤いね種の灯籠が効いてますよね。全体的に見るとこの、色使いもそうですけども、とってもこう整備されて気持ちいい、空間ですね。こちらが神楽でですね、神楽を踊るステージということで、これも歴史を感じさせますね。立派です。で、鷲宮神社の中にはですね、いろいろと神社がありまして、小さい神社がいくつかこう点在しているんですけども、ぜひともですね、全部お参りをしていただければと思います。で、こちらこの石をですね、持って重いか軽いかでなんかこう占えるという力石、私は持ったりはしませんでしたけどね。で、こちらが拝殿ですね。何はともあれ、受験生の父ということで、しっかりと合格祈願だけは、この鷲宮神社で、はい、お願いしないとということで、はい、お参りの方させていただきました。よろしくお願いいたします。さあこの拝殿の裏手になりますけども、木々に覆われてぴょんと高い建物が2つ、これが本殿です。2つ横並びに並んでいる本殿なんですけども、屋根の部分だけしか見ることはできなかったんですけども、非常にこうたくましい感じのですね、屋根建物ということでしょうか。で、金細工金細工を施してありますし、この2つ並んでいるこの姿というのは本当ですね、かっこいい、歴史ある建物といった感じでしょうか。さあこちらは神社ですね。いくつも神社ありますけども、八幡神社といいまして、両サイド大きな樹齢の木、
そしてこの鳥居を抜けます。アジサイが綺麗でしたね。この森のようなですね、青々とした両サイドの参道を通っていくわけですけども、これが鎮守の森。鎮守の森を抜けて、またこの両サイドのですね、真っ赤な灯籠が鮮やかでいいですよね。とっても素敵な佇まい。でこちらはですね、八幡神社はご利益としては出世開運ということですから、私斉藤良津、これからの野望も含めましてですね、しっかりとお願い事をしてまいりました。さあ今回の元気が出る埼玉スポット久喜市にあります鷲宮神社、いかがでしたでしょうか。私はやっぱり受験生の父として、もう本当に神頼みということでですね、お参りしてきたわけなんですけども、実際問題ですね、足を運んでいただいてパンパン願い事は、叶うかなと信じておりますんで、皆さんも足を運んでみてください。そしてツイッターではですね、随時、元気が出る埼玉スポット情報を、皆さんから受付中でございますので、どうぞどんどんお寄せください。お待ちしております。ということでわっしょい .com で今回も元気パワーでわっしょい。